ここにおいで。送金を断ち切る、そんな旦那がいたら私も欲しい。みんなが望むあなた、モテる。ユウのこれからこれからシーズン2。ユウのこれからこれからシーズン2、今回も視聴者の皆さんからいただいたお悩みにみんなで答えていきたいと思います。お願いします。神奈川県34歳カメラマンの方からです。ユウさん、奥さんがニューヨークから帰ってきません。あ、旦那様ね、うん、男性からです。奥さんはカメラマンをしていて、結婚後すぐにニューヨークで1年だけ学びたいと言われ、しぶしぶ許して見送ったのですが、渡米してかれこれ5年、数日音信不通になることも多々あります。去年の冬、ニューヨークへ遊びに行ったのに、クリスマスイブの夜に他に約束があるからと僕と過ごしてくれませんでした。これってもう黒ですよね。情けなくて言いたくないのですが、この5年間ずっとニューヨークでの彼女の家賃を送金し続けています。僕に好きな人でもできたら割り切れるのにと思ったりもしますが、全くモテません。ゆうさん、僕の人生大丈夫でしょうか、ということです。これはスプリングのお悩みではないような気がしますここにおいで、みんなで一緒にお弁当を食べよう。なんということでしょう。それはちょっと話そうよとか言ってるんですかね。でも忙しいなんでしょうね。男性陣はどうお考えになりますか。5年です。彼女が楽しければっていう思いもあったんでしょう。お優しすぎて。送金されてるそうです。ニューヨーク今上がってます。めちゃめちゃ高いです。これは34歳なのでニューヨーク行きましょう。行ってちょっと待ってくださいと。どう考えですかという、真面目に話すべきだと思いますよ。え、籍入れてる。あ、結婚後すぐに1年ですよね。っていうこと、詐欺の可能性ありますよねぐらいな勢いなので、これはやっぱりで34歳だったらここからもう何でもやり直せますし、だから好きな人でもできればいいんですけどっていう言ってらっしゃるように、そういうことできない、まあ、モテませんっておっしゃるけど、なんかきちっとした方なんでしょう。だから適当にね、じゃあ君が君ならじゃないじゃないですか。送金してるし、送金してなかったらもうちょっと違うと思うんですけど、送金してるので今すぐ渡米してください。勇気を出して、僕がこれでは本意ではないという話をきちっとなさってください。とにかく相談者の方どうすればよかったんですかね。なんか1年の修行期間というか勉強期間は OK してよかった。まあそれは最初はいいんじゃないですか、うん、だけどやっぱりカメラマンさんでもカメラマンさん同士なんですよね、ご夫婦。向こうで活躍されてるのであればご自分で家賃をお払いになったらいかがですか、っていう話をまずするべき。席どうこうとか関係性ももちろんないですうん、お互い働いてるからお家賃払えないのであればいられないんです、そこに。ご主人ね、大金持ちかもしれませんけれども、そういう愛あっていいと思いますよ。ただ不安になられているので、実際これはもう渡米して送金を断ち切る。そうすると彼女が、何なの、私サポートしてくれるんじゃなかったの、それはもう結婚なんてお互い様なので、じゃあ君も僕のために何かしてくれと。普通だったら離婚になりますとした時に送金した分慰謝料ですよ。そうですよね。でもそんなこともなんかちょっと余裕がきっとおありになる方だと思うんですけど、とりあえず慈善事業っていうのは見返りを求めないということなので、不安を感じてらっしゃるということは慈善事業ではないので渡米です
って飛べ話し合ってください。おかしいですやっぱりおかしいですよね。そんな旦那がいたら私も欲しい。5年間もほっといてくれてお金だけくれる、みんな欲しい。みんなが望むあなた、モテる。これ話の行方をまたぜひ教えていただきたい。心配です。本当にご自分のことだけをお考えになってください。ちゃんと今日のお祭りスタイル、これなんかジンベエなんですけど、ポケモン、すごい気持ちのいい素材で、えい栃木島村、忘れたけど1400円ぐらいかな。これ外国の方絶対欲しくないですか。外国の方、島村だよ、バイ島村あの BTS のキムテヒョンさんも島村でロケをされておりましたけれども、あんまりあの東京の真ん中に島村がなくて、私の憧れはこうでっかい島村、三茶にジーンズなんとかの後に島村あったんですけど、これが置いてあるかわかんないんですけど、でっかい駐車場もでっかい栃木のその渡良瀬川にレミちゃん家にお邪魔しまして、すみませんでした。急にお漬物美味しかったです。あ、お味噌いただいてますに行った時に、やったー島村だって言って結構爆買いしたんですよ、 T シャツとかも。その中でこのポケモン、これはもう夏これを着ております。ちなみにパンツはあの純也田辺パンツとセリーヌのお祭り靴です。ビバ島村、以上ありがとうございました。いえ、じゃあもう今日何作ったの。え、あ、そうな、確かに今日も今双子寝たからうるさいな、うるさいな言うてましたほんま。これが一番言いたかったことだったりするところもある。参ります。